南原達樹のビジネスサロンエンカーン、人生をもっと面白くをコンセプトにしています。60秒で参加できるので概要欄をチェックしてください。こんにちは、南原です。今日はですね、僕が始めた新しい事業、僕は以前にもお話したように人生の第4クォーターを走っている、そこで顧問業を始めることにしたんですね。これは何かというとですね、分かりやすく言うと南原さんを顧問に雇える。でも顧問って一体何なんだと、どんなことができるんだと。一般的にですね、会社のイメージとして顧問、これは2通りあってですね、まずはその会社に長らく勤めた人、これを名誉職として顧問として受け入れて、アドバイスですね、先輩のアドバイスをいただく。もう一つはですね、外からの顧問を招聘する。若い会社に多いんですが、思わず過ちを犯してしまう、そういった時にですね、袴の裾を踏んでくれる人、イメージはですね、殿ご乱心をと言ってですね、殿が突っ走っていく時に袴の裾を踏んで殿を止めてくれる、こんなイメージもありますし、もちろんですね、選択肢がいくつかあって、その選択肢を相談する時にその顧問にですねお願いすると、顧問がちょっとそれはこういった事例が過去にあったから考えた方がいいよとかですね、経験に基づくこと、そういったことで役に立てることや、それから例えば若い社長とか若い役員がですね、自分の知らない世界、そういった世界のことをですね、いろいろ知っている人、こういったことを顧問に雇ってですね、業績を上げていく、業績を上げるお手伝いですね。よく世の中にはですね、顧問弁護士、こういった人たちはたくさんいます。つまり企業としてはですね、何らかのトラブルに備えてですね、弁護士さんと契約をしておいて、そのために弁護士は顧問契約を結んでですね、そうすると企業としてはちょっとしたことでも相談しやすい。先生、こいつ金払ってこないんですよ、どうしましょう。そしたら先生がですね、ちょっとまずはきつい内容証明を送ってやろうと、さらっと書いて内容証明を送ってくれる。でもその後訴訟になればですね、また弁護士さんに別途料金を払っていくんですが、そのために最初のハードルを低くしてですね、顧問契約を結んでおくというのは企業にとっては非常に楽なんですね。こういった弁護士の顧問もありますし、会社にとってですね、相談役とか、あることを相談しやすいとか、ちょっとしたヒントが欲しいとか、悩んでいるからその糸口が見つけたいとか、業績を上げる方法でこんな人を紹介してほしいとか、ひょっとしたらこんな企業と付き合いたいけどどこかに知り合いはいないかとか、営業先としてこんな営業先を探しているんだけど、どうやったらこの営業先にたどり着けるかとか、自分では考えられないようなこと、こういった知恵を少しだけ授けてくれる、こんな人を顧問に雇うとですね、会社の業績が上がっていく。僕も以前ですね、若い頃、具体的に言うと26ぐらいの時にですね、当時ユニーの役員を退社した人をですね、顧問に雇いました。随分と助かりました。もちろんですね、僕にとってはですね、聞きたくないようなこと、耳が痛いような話をされてですね、うわ嫌だなと思ったけど、でも僕はですね、その話を一度聞いて、それから自分で理解して、やっぱりこれは取り入れた方がいいとか、そう考えて随分と業績を上げていきました。ひょっとしたら皆さんの顧問になれるかもしれません。僕はですね、この顧問業を始めて、顧問料は月額5万円ほどでスタートしたいと思っています。ただ人数に限りがありますから、僕が対応できる限りでやっていこうと思っています。もちろん僕を顧問にして何かの宣伝材料に使うとか、
まあ、そういったこともお手伝いできるかもしれません。知名度確かにありますし、いろんな意味での顧問としてのお手伝いができるんじゃないかと。ぜひ概要欄に申し込みのリンクがありますから、そこに申し込んでください。じゃあよろしく。チャンネル登録よろしく。